なんでこんなことしたんだ。なんでだよ。戦国時代にタイムスリップした現代人三郎が出会ったのは、自分と瓜二つのあの織田信長。わしの代わりに織田信長として生きてくれぬか。はい。嘘、マジで。明智としてあやつを支えていく。そんなわけがあるまい。殿、戦が始まります。天下はわしのものだ。そして今、運命の歯車が動き出す。俺、死ぬの？お主が死ぬ？そのようなこと信じるわけなかろう。バカも休み休み言え、このうつけ。本当なんだって。うるさい。時は満ちましたが、偽物を殺すのです、信長様。殿、あげよっか、結婚式。俺と一緒に生きてください。行くぞ。どうして行くのじゃ。一緒に生きようと言ったではないか。機長とこの時代で出会えてよかった。敵は本能寺であり、平和な時代はいつか必ず来る。いつか必ず。信長コンセルト。